じ旅人として、おはよう。夜でもおはようなんだって、業界だと。さっき挨拶してたの誰かって、知らない人。こんにちは、樋口まどかです。あなたが小糸の言ってた親切な雀士さんですか？小糸から麻雀のことはあなたに教われって言われてるので、よろしくお願いします。雀士さんが来てたの気づきませんでした。徹夜したので頭がぼんやりしてました。手放すのを恐れないことが片付けのコツです。麻雀も私からすれば同じようなものですね。こんにちは。私は百丸小糸です。高校生でアイドルです。つまり私は今アイドルを頑張ってまして、任せるからね。